江戸時代から海苔の一大生産地として知られていた大森。中でも海寄りの大森東エリアには海苔を生業とした多くの家が並び、昭和30年代まで川を行き交う海苔船や海苔を干す光景が町のあちらこちらで見られました。一方、大森西エリアは海苔の生産とともに古くは東海道の通り道としてにぎわった場所。旧東海道であった現在の三原通りは区内で一番古い商店街があることでも知られ、今でもこの通り沿いには江戸時代からの老舗が数多く残っています。そんな大森地区のわが町自慢はやはり地元の名産海苔にちなみ、海苔生産の技術を今に伝えようと行われている海苔付け体験。大森在住の元海苔漁師の皆さんが指導役を務めるこの海苔付け体験では、生海苔を刻んで枠に流し込む昔ながらの手作業を体験することができます。先月、大森海苔のふるさと館で行われた海苔付け体験には55名の親子が参加。参加した親子はまず、大森では江戸時代から海苔が作られていたこと、大森がかつて海苔の生産高日本一だったことなど、海苔の歴史に関するお話を聞き、その後実際に海苔付けを体験します。この日使われた海苔は千葉県の市川市で当日の朝に採れたもの。海苔のシーズンとなる冬、採れたての新海苔をみんなに食べてもらおうと、千葉の海苔漁師自らが運んできた海苔は磯の香りが強く新鮮そのもの。その香りを楽しみながら、参加者は箱ですくった海苔を枠の中に一気に流し込みます。大森の海苔養殖が終焉して45年、かつてこの辺りでよく見られた海苔付けの風景を再現することとなったこの海苔付け体験は、また大森の新たなワンシーンとして親しまれていきそうです。今も多くの海苔問屋が集まる大森地区。かつて大森で採れた海苔は名産浅草海苔として全国的に有名でした。また東海道沿いでは農業や漁業の合間に作られた麦わら細工など郷土の名産物が土産物として売られていました。近代になると海水の汚染や埋め立てが進み、昭和37年には海苔養殖が終了。しかし昨年、かつての海辺の風景がよみがえった大森ふるさとの浜辺公園が完成し、昨年末にはその海で半世紀ぶりに浅草海苔を収穫。海苔のふるさと館も完成し話題になりました。そんな大森西地区のわが町自慢は、大森東三丁目にある権生寺の水止めの舞。毎年7月14日に行われるこの伝統行事は、全国的にも珍しい雨が止むように祈るものです。太い藁縄で体を巻かれ、ほら貝を吹く若者、獅子の先導役として竜に見立てた二人を担いで、男たちが寺までの道を進みます。途中、バケツを持った子どもたちからは威勢よく水がかけられ、沿道の見物客も水しぶきを浴びます。権生寺に着くと、竜を解いた縄でぐるりと囲んだ舞台で3匹の獅子による水止めの舞が奉納されます。これは東京都無形民俗文化財に指定され、保存協力会により今に伝えられています。その起源はおよそ680年前、この寺の住職であった宝光上人が干ばつの際雨乞いをしたところ、
霊言あって雨が降りました。しかしその2年後、今度は長雨に。困った人々から懇願された宝光上人が3頭の竜の像を掘り、農民にかぶらせて回せたところ、雨が止んだと伝えられます。以来、獅子の舞を奉納する習わしとなり、願いが聞き届けられた感謝と喜びを表すようになった地元の人々。毎年たくさんの見物客とともに、水への感謝の気持ちを新たにしています。